昨日豊川稲荷で行われた年末恒例のすす払い。僧侶らおよそ70人が本殿にある宝物や寺のシンボルでもある狐の像を廊下に運び出してきれいに磨いた後、天井などに積もった1年分の埃を落としました。その後およそ270畳の本殿に掃除機をかけたり、入り口に吊るされた大提灯のすす払いも行われました。境内に建物が100棟ほどある豊川稲荷の大掃除は今月下旬まで続きます。